ただいまより専門学校初キャリア教育成果発表会第7回19歳のプレゼンテーションを開催させていただきます。エントリーナンバー1番辻調理師専門学校東馬場古道さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。釣り調理師専門学校調理技術マネジメント学科2年生の東馬場古道です。トップバッターでものすごく緊張していますが、僕も裏でしっかり呼吸法をやってきたので、笠井選手に負けないような発表を頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ところでまず笠井選手、北海道にある喫茶店のナポリタンがお好きだと噂でお聞きしましたが本当なんですか？皆さんご自宅でナポリタンを作る際、ケチャップを入れるタイミングで生クリームを加えると美味しくなること、皆さん知っていましたか？ぜひ簡単に作れるので試しに作ってみてください。以上、ちょっとした豆知識でした。ありがとうございます。それでは本題に入ります。本日は大きく分けて3つのテーマに沿って発表していきたいと思います。ですが僕は料理人なので本日のスケジュールをメニューに例えてご紹介します。ではまず前菜から夢を持ったきっかけ、続いてメイン料理から専門学校で学んでいること、そして最後に先生方へのお願い、この3つのメニュー構成でお届けします。それではまず前菜から。あれは僕が小学校の低学年の時です。家族とイタリア料理店行ったことが僕の運命の出会いになりました。そこで食べた料理はもうめちゃくちゃ美味しくて、とにかく美味しかった思い出が今でもずっと記憶に残っています。そのレストランはオープンキッチンになっていて、厨房の中の様子を見ることができ、覗いてみるとイタリア人のシェフがいて、とにかくかっこよくて、こんな人に感動を与えるような仕事に就きたいなと思い、イタリア料理を振る舞うシェフになろうと夢を持ちました。そして月日は流れ、2年前の高校2年生、野球に打ち込んだ17歳の時、初めて進路を決める時が来ました。調理の専門学校へ行くか、直接お店へ就職するか、大学に進学してアルバイトとして経験を重ねるか、この3つの選択肢の中から悩んだ結果、僕の一番の夢への近道は基礎から応用まで確実に身につけることができる専門学校だと考え、釣り調進学を決めました。実際専門学校へ入ってみるとたくさんのことを学んでいます。技術面だけではなくて栄養面や衛生面についても学んでいます。例えば皆さん、お味噌汁を食べたことありますか？ちなみに僕はネギの入ったお味噌汁が大好きです。どうでもいいです。はい、お味噌汁の出汁汁には昆布のグルタミン酸、カツオのイノシン酸、この2つの栄養素が含まれていること皆さん知っていますか？この2つの栄養素が組み合わさると相乗効果によってよりうまみが倍増します。このように食品の栄養や特性を引き出す方法、こんなことも勉強しているんです。では技術面では、包丁の研ぎ方や野菜の切り方、お米の洗い方などといった基礎基本のことから専門的な調理技法まで学び、最終的には一人で仕込みから盛り付けを完成できるように日々学んでいます。そんな専門的な調理技法の中から、今回は僕が普段学校でどのように学んでいるのかをお肉の火通しのテーマに紹介したいなと思います。その前に皆さん、ここで一つ質問があります。皆さん、お肉を焼いたことはありますか？一度は焼肉へ行ったりなど、お家でお肉を焼いた経験はあると思いますが、お家でステーキを焼くとき、その焼くときの火加減、 A 弱火、 B 強火、皆さんどちらの火力で焼くのが正解だと思いますか？少し考えてみてください。はい、ちゃんと考えましたか？それでは聞いてみます。正解だと思う方に挙手をお願いします。では A の弱火だと思う方、ありがとうございます。では B の強火だと思う方、ありがとうございます。半々ぐらいですね。それでは答えは、実は
AB どちらとも正解なんです。これは料理の世界ではどうしたら美味しくなるのかが大事で、お店100軒あれば100個のやり方があるように、この料理の業界に正解などありません。その中で料理人はお客様に満足してもらうためにどうしたらいいのか、常に食材と日々向き合い、どうしたら美味しくなるのかを考えて料理を作らないといけません。そんな専門的な調理法の中から今日はお肉の火通しについて紹介したいなと思います。ではお肉を美味しく焼くポイントはこちらの3つです。たった3つだけなんです。だから今日は皆さんこの3つを覚えて帰ってください。では1つ目から、なぜお肉を常温に戻すのか、なぜお肉を常温に戻さないといけないのか。それはお肉を冷たいまま冷蔵庫から取り出してすぐ焼いてしまうと、お肉の表面からお肉を焼くのに中心まで火が通るのに時間がかかり、その間に表面が乾燥して焦げてしまいます。実際に冷蔵庫から取り出したものと常温に戻したものを同じフライパンで同じように焼いたものがこちらの画像です。皆さんこのわずかな違い分かりますか？左側の冷蔵庫から取り出したもの、まだ生っぽいですよね。このわずかな違いを気にするのがプロの料理人と素人の違いなんです。では次に2つ目の重要なポイント、タイミングですが、このタイミングには重要なタイミングが2つあります。では1つ目の重要なタイミング、お肉に味付けをするタイミングです。お肉に味付けの塩コショウをするとき、あらかじめ塩をして時間を置くと塩には脱水作用があることを皆さん知っていましたか？実際に塩をしてしばらく時間を置いた画像がこちらになります。お肉の表面から水分が出て、左側の画像のようにペーパーを乗せてみると、こんなにもたくさんの水分が出ているんです。これだけのたくさんの水分が出てしまうと、お肉の表面にきれいな焼き色がつかないので、必ずお肉を焼く直前に塩コショウをするようにしましょう。続いて2つ目の重要なタイミングは、お肉を入れるタイミングです。これは今回バターを使って紹介したいなと思います。やっぱりバターは一番香りも良くて美味しく焼くことができるので、バターをお勧めします。ではバターの音や状態の様子の変化を今日のために動画に収めてきたので、音声とともにご覧ください。まず鍋にバターを熱すると、バターが溶けてパチパチパチと大きな泡、そして音が出てきます。これはバターに含まれる水分が出ている証拠です。しばらく時間を置くとどうでしょう、音そして泡が小さくなったの皆さん分かりましたか？もうしばらく時間を置くと音完全に消えましたよね。そしてバターが茶色く色づく、このタイミングでお肉を入れます。このタイミングが重要なんです。この瞬間にお肉を入れることで、バターの香りが一番お肉に美味しく移ります。これはお肉に限らず違う食材でも一緒です。バターを使って何かを炒めるときは、このタイミングに気をつけてお肉を焼くようにしましょう。それでは焼き終えたお肉をバットに取り出し休ませます。最後のキーワードです。焼いたお肉を、なぜお肉を休ませるのか。焼きたてのお肉を焼き終えてすぐ切り分けて食べてしまうと、切り分けた断面からお肉の肉汁が溢れ出てしまいます。休ませる時間は基本焼いた時間と同じ時間を休ませると、お肉の肉汁を落ち着かせることができ、より美味しく食べることができます。そうすると口の中で食べた時に、口の中でお肉の旨味が溢れて美味しく食べることができるんです。以上を踏まえて3つのキーワード、皆さん覚えていますか？常温、タイミング、休ませる、この3つさえ回れば誰でも簡単に焼くことができます。だから先ほど AB どちらとも正解と言ったのは、お肉の状態が違ってくると調理法も変える必要があるからです。こういったようにたくさんの料理の知識を身につけて、料理を作る美味しさを知り、面白さを知り、専門学校に入ったからこそ新しく夢を持ちました。そしてこの場を借りて宣言したいと思います。2028年
レストランってことを自分のお店を開きます。10年後自分のお店を開くという新たな夢に向かって頑張っていきたいと思います。それでは最後に先生方のお願いです。それは今進路について悩んでいる学生に対して夢を持つきっかけを与えてほしいなと思います。時間を忘れるぐらい楽しいことや好きなことをきっかけに夢を見つけて、そしていずれかは先生方の教え子の中から僕のライバルとなるような料理人が出てきてくれたら嬉しいなと思います。これで僕の発表を、もう一つ忘れていました今日来てくださった皆さん、10年後僕のお店絶対来てください。ナポリタンいつでもサービスします。これで僕の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。